近鉄6421系電車は、近畿日本鉄道が1953年に、名古屋線の特急専用車両として製造した電車で、ある。1950年代の近鉄名古屋線を代表する優等車両であったが、1960年以降の後続系列出現に伴って、急行普通列車運用に転用され、その後は、養老線に転属となり、 さらに後年の開番に際して420系と解消された。本校では大井川鉄道への上渡後の動向についても記述する。現在の近鉄路線は南大阪線系統や内部線、八王子線を除いて線量幅が 1435mm の標準機となっているが名古屋線は 建設時の経緯などから1959年まで 1067mm 幅の狂気であり 1435mm 機間の大阪線、山田線系統とは直通運転ができなかった。このため大阪線と名古屋線は1950年代までそれぞれの機間に合わせた専用設計の車両が投入されてきた。また、直通乗客は 大阪線と名古屋線の結節点である伊勢、中川駅での乗り換えを強いられた。1947年に、現在の近鉄特急網の起源となる、名阪特急が運行を開始した当初、大阪線では、旧三宮急行電鉄、名古屋線では、関西急行電鉄からの引き継ぎ車も6301型をそれぞれ整備して投入した。しかしこれらはいずれも、 戦前に製造された一般車を改良した程度のものであったため、復興が進むにつれて、新造車両の投入が望まれるようになった。1953年に、伊勢神宮の式年戦宮が行われることになったため、それに合わせて登場したのが、大阪線、山田線用の2250系と、名古屋線用の6421系であった。 日本車両製造本店で10両、近畿車両で1両の計11両が1953年から1955年に製造された。電動制御車のも6421型が6421から6426の6両、制御車の6571型が6571から6575の5両である。また制御車が 電動制御車より1両少なかったが、後日の冷房化を MT2 両一組で行った際に不足分を補うために、1958年に急行用制御車、区6561系のうち6561号車の運転台を撤去、ドアの移設や便所、洗面所の設置改造で、特急仕様の中間付随車車6531、系6531都市、 編成に組み入れた。線路幅の制約のほかに、名古屋線には近鉄四日市駅近くの半径100メートルの急カーブに線形改良によって解消等が存在するため、大阪線、山田線用の2250系が20メートル車体を採用したのに対し、19メートル車体を採用した。しかし基本的には、 近鉄特急用車両の使用統一を図る検知から、2250系と同様の張り上げ屋根、埋め込み全消灯付け、車端部にドア配置の形態であった。名古屋線の張り上げ屋根車は、前年に登場していた6561型が最初だったが、戦前の6301系以来の古風なスタイルが主流を占めていた名古屋線では非常に斬新であった。 薄型抗体を使うなど軽量化が推し進められている。平坦な名古屋線で運用されることから出力は必要十分に控えめである。制御機は日立製作所製 MMCH20A 電動化無軸式多段制御機で日立製作所製 HS-256BR-28 釣りかけ駆動モーター4機を制御する。 歯車比は2.07として高い低角速度を確保した。ブレーキは日本エアーブレーキ製自動空気ブレーキである。当初の台車は住友金属工業製の一体中高ペデスタル台車 FS-11 であったが、後名古屋線改め機に伴って近畿車両 KD-33.31A 及び日本車両 ND-11.11A。11. 11 A 交換された。近畿車両製の2種は、遠投案内式の主理連式台車で、日本車両製の2種も、同種の遠投案内式であるが、こちらは、同社が、技術提携により特許使用形を獲得していた、スイスの主グ社のライセンスに基づくものであった。なお、1955年の最終造備車であるも6426のみは、 当初から主流連式の近畿車両 KD-16 を装備していた。当初の計画通り、名古屋線近鉄名古屋駅伊勢中川駅間での特急運用に投入され、平坦な伊勢湾岸で高速運転を行った。1955年までの装備によって、名古屋線主力特急車としての地位を確立する。また1957年には、 2250系と共に、車内冷房、公衆電話、シートラジオ受信機が取り付けられるなど、全国に先駆ける、画期的なサービスも始められた。2250系同様、冷房改造は、川崎重工業生ケムマイナス7、型集中冷房装置を制御者に搭載する形で、行われ。 電動車については制御車に設けられた冷房装置からダクトで冷風を導き車内に送風する方式であったためヘッドライト周りがダクトに付随する異形となっている一方制御車の冷房装置は全消灯と分離して設置されたため大阪線区三千区3120型とは異なった外形であった1958年には 改良型というべき6431系が増備され、1959年の名古屋線改め期に、再しても標準期化措置を受けて、名古屋宇治山田駅間直通を実現した。しかし1960年以降、1100系、1400系などの後継車両が増備されるに伴い、本系列の運用の場は狭まり、 同年にも6424から6426クロ574.6575、さ6531の6両がまずに扉のまま、ダークグリーン塗装化されて、特急運用を離脱した。さらに1963年には11400系が登場して、残り6両も特急運用を離脱、冷房装置など特急用設備も取り外されて、 一般車となった。一般車への格下げ後、サントビラ化改造とセミクロスシート化改造がなされ、マルーンレッド一色に塗装され、名古屋19校、普通に充当された。この間、尾灯はオリジナルから角形二段式となり、1969年にヘッドライトもシールドビーム二灯に改造されている。そして1979年、養老船車両の近代化のために、 同線へ転属した。この際台車は KD-32MNS に交換されている。1984年には近鉄支線区における形式番号の振り分け変更により420系となった。1992年から1994年に全車が運用を離脱して廃車となった。も421区571は 大井川鉄道へ譲渡され、旧近鉄特急色に塗装された状態で残された。しかし、ヘッドライトは二灯のままであり、側面は三扉のままであるため、特急車時代とは、趣向きが異なっている。2005年頃から、大井川鉄道内の車両の近代化が急激に進み、吊りかけ駆動方式の車両の多くが、廃車、解体され、本形式は、銅線で、 唯一の吊り掛け駆動方式の比例傍車になった。そのため末期は予備車扱いとなり、運用につく機会は少なかった。2009年5月22日の臨時列車が最後の営業運転となり、翌23日以降は仙湯駅構内に長期間留置された。二千十二年三月十点一一日、仙洞駅での部品即売会を行った後、新金谷駅構外の 即戦営動し、2016年6月頃に解体処分された、大井川鉄道420系電車を大井川鉄道420系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。